定から削除してやっとダウンロードし終わりました。そして全くの一からスタートします。そして今キャラ作成の画面になってますね。タップして入力、どういうことだこれ。あ、これでサイコロで決めろっていうことか。何これ、消せないのこれ。あ、消せるの。感じで入力ができないんだけど、わけわからねえ。何、普通のさ、ポイントかは入力できるのに。どうするの。あ、そういうことか。一文字を大文字で入力しろってことに。めんどくせえな。体験することをお勧めしますって、いちいちめんどくせえな。生命様、生命様、琥珀。はい、生命様を終生のご主人と誓う式神の琥珀です。何をぼーっとしてたんですか。もしかしてまた記憶をなくしたことを。いや、少しばかり神楽のことを考えていてな。神楽様ですか。あの日記憶を失った生命様が連れてきた不思議な子ですよね。琥珀にはあの方が何を考えているのかよくわかりません。生命、知ってる声優だぞこれ。どっかで見たことがある。アニメでよく見たことがある声優さんだぞ。あ、神楽様。別に琥珀は悪口なんて言ってませんよ。どうかしたのか神楽。生命にお客さん、それもとびきり変なのが。頼もう。してよ、救急如立よ。戦場にいるキャラクターの行動順序はすべて行動ゲージに表示されています。長いチュートリアルが始まるのか。まず
選んでください。スキルを発動するターゲットを。問題ない。どうやらかなりの霊力を持つ鬼のようだ。我が恨みの一刀、その身に受けよ。ダメ。タップしてみる。生命は殺させない。ね、あれは呪術。カグラ様にそんな力が。ダメだカグラ、それ以上はその者を殺してしまう。大丈夫か？重すぎる。データ利用量が重すぎて、これ以上ね増えてったら
スマホの機能とかも制限されて使えなくなるんで。